え皆さん、こんばんは。時刻は日曜日の19時を回りました。主声クラブ昼の沖縄会場公認。あなたの一歩ラジオ。これが私のターニングポイントの時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず様々な困難があるターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来をですね、お聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんです。どうぞ皆さんよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM をお聴きください。なお、協賛も受け付けておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組はですね、沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾よりですね、20時までお放送いたしますので、皆様最後までお付き合いください。そして、 このね、FM 技能ンさんのこのラジオに関してはですね、FM 技能ンさんと私、伊達ちゃんの YouTube チャンネルにて確認することができますので、ぜひそちらからもご確認ください。原作はあなたの一歩ラジオでございます。そしてまたね、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合はアプリリリスラジかマイチューナーラジオを、えっと、レダウンロードしていただいたら番組で、全国で。 このラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加ください。さあ、参りましょう。さてね、お待たせいたしました。えっ、ー、と、今日のゲストはですね、植津睦子さんからのご紹介で、谷口恵里子さんでございます。恵里子さん、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。ます恵里子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね えー、早速なんですけど、まあ、また緊張してるとからしいじゃないですか、緊張してる。<laughs> やめなさい、もんね。<laughs> はい。<laughs> いいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あまあ、エリカさん、あの、うちの,その、今、宿命鑑定士、養成塾の受講生としてお越しいただいて、まあ、今ね、いつもはここのね、えー、経営者の方にお越しいただいて、経営者の方も一歩ラジオとかっていうことなんですけど、あの、一歩を踏み出すね、ターニングポイントなんですけど、今日は、今ね、まさに一歩踏み出してやっていると。っていう風なね、 人、まあ、うちの自己生。本当ね、なんか変わったので、あの、できればなんかビフォーアフターの写真とか見せたいぐらいなんですけど、<laughs> あのね、えー、まあ、そんなエリかさんは今日はお届け、お迎えして、届けさせていただくんですけど、まず一旦ね、えー、ちょっと自己紹介から、まあ、生い立ちからなんかお聞きできればなと思ったら、そんな前半にしていきたいなと思ってます。はい。じゃあエ、エリさん、自己紹介をお願いいたします。はい。えっ、ー、と、滋賀県在住の会社員で、うん 谷口恵子ですすすよろしししくお願いします、はい、お願いしますお願いいいますまはあ、滋賀県在住のって言われましたけど、えもともともずっと滋賀なんですかはい、えー、とずっと滋賀です。<あ>途中だけ、うん、ちょこっとだけ愛知県に住みます。あらま、なんか大学とかですかそうですね、短大の時に。に愛知県。はあ。はー<と>それ以外はずっと滋賀まあ、一瞬、岐阜に。一瞬、岐阜に、ね。<laughs> はい なんかご結婚かなんかされたんですかそうです、ね、あご結婚かなんかね、されたんですね。<laughs> はい、なるほど。はい、でもそれ以外はずっとでも滋賀県と。はい。なるほどね。これ滋賀県の魅力を聞いてもいいかなとかって思うんですけども <laughs>。はい。<laughs> えー、まあまあ、ちょっと置いといて。まあ、えりこさん、どんな生い立ちとか、滋賀で、滋賀の小学校、はい。ね、中学校、どんな子だったんですかうーん、すごく。 泣泣きき虫虫でした最近なんか塾でもよくね涙腺緩いからってよく泣いてますもんね。ねはい、えどんな泣き虫どんな子なんですか泣き虫なんかよくあの多分いじめられたとかじゃないんですけどなんかよく泣いてたっていう子供でしたね。はい、あそうなんですねうん。怖い話聞いたら泣くとか。はい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 。なんか多分うんそうですね。結構 こう、怒られたら泣くとか、結構泣いてましたね。うんで、悲しくて。いや。うん、悲しい時もありますし、うん、まあ、嬉しい時も。ちょこっと泣いてたと思います。感受性豊かなんですね。そうです。いい言葉ですね。なるほど。感受性が豊かっていう。よく言われましたね。感受性が豊かは。そっか、そっか。えじゃ、その、なんか、小学校、中学校とか、なんか、部活とか。 えっと、小学校はバレーボールしてました。うんうんうん、あ背も高いしね、実際、うんはいえ。小学校から背高かったんですかはい、小学校の時から高かったです。うん、バレーやってて。はい、はい。で、なんか、いいとこまで行ったりとかってしたんですか、検体とか。ってないで全然 <laughs> そうだ。むっちゃんの話からすると、本当恥ずかしいですけど、ね、もうただやってただけです。ああ、なるほどね。あそっか。なんか、でそこになんか打ち込む感じでもなく。 打ち込んではいたんですけど、うん、私はあんまり運動神経はいいと思ってましたが、はい、やっぱりそんなよくないんかななるほどね。<laughs> 頑張って打ち込んでやっていたけども、そ<う>あんまりなんかなみたいな。あそうそうあ、なるほど。じゃあ、その小中バレーですかえっと、中学校は、うんえー、ホッケーを。え、ホッケーって、アイスホッケーのホッケー。うん、陸上ホッケーです。 陸上ホッケー、マイナーじゃない、なんか突然マイナーじゃない。なんで、なんでまたそのホッケーに。なんでホッケーに入ったのか。そうですね。あのー。あったんです。ホッケー部が、うちの中学校はあって。うん、のホッケー。なんかす、こう、スティックでパンパンパンってやるんですけど。それが。なんかちょっとかっこよく見えたっていうか。う なるほどでホッケー部入って。はい、ホッケー部もまたあれですか、まあ、全国行った感じですかえっとね、県大会。一つ勝てば県大会なんで。なるほど。一 <laughs> つ勝てはで、一つ勝ったんですね。はい。なるほど。で、県大会に行って。はい。なるほど。どうだったんですかで、県大会は、まあ、3つの中学校しかないんで、そこで負けるっていう。あ、負ける。優勝もできない。なるほどね。あ、優勝もできない。あ、なるほどね。あ、そっかそっか。で、じゃあ何ですかその なんか平凡な生活って子供なんか足が速いとか、なんかなんとか長とかやったとか、なんかあの男の子めっちゃ好きになって、なんかこんな声があったとか、なんかそんなないですかなかったですね。い<や><私>もう終わりじゃん、ラジオ。じゃあ、<laughs> 今日のえー、っのゲストは、谷口恵梨香さんでした。もう終わっちゃうじゃん。<laughs> なるほどね。それが小中までは、本当にあの目立たん、うん、すごく目立たない声だったんですね。 あうん、引っ込み思案で引っ込み思案まではいかないですけどなんかあの学年とかでもあんまりこうクラスかあんまり目立つ子ではなくてまあ男子とかも全然しゃべらなくてはい、はい、ただいるいるかなっていう感じの子でしたねなるほど、うん、まあそれがねあの今 あのー、まあうちの塾に入っていただいて今はもう4ヶ月ぐらいかななんですけどやっぱ全然なんか顔つきも実際変わりましたしすごくなんかいいいい感じって言ったらちょっと抽象的すぎてあれですけどもけどすごくこうなんか明るく前向きになっていってるうような感じが実際するんですけどまあということはその前までっていうのはなんかあんまり良くなかったりもすることもあったりとかあ、うん、ってたりするまあそんなターニングポイントがいくつかあってたりすると思うんですけどあのご自身のことを あのまあ、今、幼少期のことで言ったら、まあ、よく泣いてる子だったって話で言ってましたけど、どんな子ですか、目立たない。自分自身を分析するとどんな感じですかうん、難しい難しい子やったと思いますよ。難しい子だったうん。というと、よく分かんない。よく分かんない子やと思います。 え、なんかご両親はどういう家庭で育った,たんですか。えっと。父が商売をしてまして。はい。で。母は、まあ、それに手伝っている。うんうん、で、兄弟は弟二人。だったので。うんうん、まあ、そこにおばあちゃんがいましたね。なるほど。 なんか、素直に親の言うことも聞いてました。ああ、そうなんですね。え、じゃ、あ何ですか、あの、一般的に言うと、こう、あの。百点だというか。百点じ。成績はどうだったんですか、勉強。成績、普通です。あ、普通、普通なんだね。普通です。は<ー>かもなく不可もなくです。あ、なるほど。え、うん、そういうふうに思ってる、その小中学校の時代っていうのは、え、高校もですか。 高校高校小中はそんな感じなですね。うん、小中、うん、で高校で部活を変えたんですまた。はは、うん、はいはいはい、はい、でテニス部になってそこで開花まではしてないですけど、うん、ちょっと部活に打ち込んでました。うん、お打ち込んでもうそれこそテニス部なんで、うん、外でこう日差しがすごい浴びて、うん、まく、あ。 黒になって、うん、こう体を洗ったら、すすが出てくるぐらい真っ黒でしたうん、うん、うん、すごいね、それ。そう、で、目しか白くないって言われてたぐらい。あもう、そのもう炎天下の中で。あ、そう、そうです、そうです。あ,あ、すごい。え、そのテニスはどうだったんですか。テニスも。<laughs> そんなに上手じゃないです。普通です。普通。はい。なるほど。中盤ぐらいにいてました常に。はあ。 え、もう本当申し訳ないですよ俺そういう中盤とかにいたことがないんですよね。<laughs> もう上か下かなんですよ。もう悪いか悪くないか。そう、常に真ん中です。いつ、<ー>い,ついつも。その真ん中の人たちっていうのは、その真ん中だから別に何とも思わないというか、まあこれが普通だな、みたいな。うん、ああ、なるほど。まあそんなこと思ってらっしゃった、まあ、はい、エディが、まあ突然ね、まあちょっと、突然というか、また今度、 高校出てから、高大学、短大ですか。短大ですね。当時ね。何の短大行かれたんですと情報処理の短大です。流行ってましたもんね、当時ね、情報処理って。はい。で、何学んだかもう一個も覚えてないですけど。なるほど。で、それは何年ぐらいってなんですか ?2 年です。じゃ情報処理の世界でもなんかこう、ぎゅんとなんかあったものはないです。 ないとすごいな。<laughs> 何にもない、ねさ。何にもないエリーさんがですね、まあ逆に言うとリスナーの方も、えー、そんな方というか、いらっしゃると実際思うんですけど、まあその方がどんな人生を送ってね、でどうなっているのかっていうのことをちょっとお聞きできればとかって思ってるんですけども、まあ短大行って、1回目のターニングポイントをちょっとね、のことをお聞きしたいなと思うんですけど、うん、まあ短大行きましたと。はい、えと就職されたんですね。はい、就職はまあど,こどんなところに 業種にされたんですか？業種は金融業です。うん、金融業。はい、あの、うん、サービスうー金融業。うん。わ、うん、かりやすく言うと？銀行です。あ、銀行ね。銀行の窓口ですか？はい、そうですね。窓口<ー>や融資。うん？融資融資係です。あ、融資係最初から？あ、最初はまえっ、ー、と方法事務ですね。 広報事務の方してて、そこから窓口、うん、窓口行って、そこから融資。うん、なるほど。うん、で、銀行に行ってどうだったんですか？えっと最初銀行に行った時は、それこそ普通に生活してました。うん。かもなで、そうです。もうあのミスもしなければこう普通に生きてる感じでした。すごいな。 あなんか全然想像できないんですけど、<laughs> 僕はその生活が。まあでも、その時に今思、その時に思っている、まあ、ターニングポイントっていうふうなことだと思うんで、あのえ銀行に入ったのがターニングポイントですかそうですね、銀行に入ってから、えー、ある人に出会いました。うんうん、そこがターニングポイントですね、うん。はあ、なるほど。じゃあ人でっていうことですね。うん、はい、えー。どんな、どんな人に出会ったんですか えっと、三つ上の先輩なんですけど、三つこの人がめちゃくちゃ仕事ができる人に会ったんですね。で、その時きにあ、今、ぽーっと生きてる私があ、これではあかんなって思ったのが、たぶ、うん、うん、多分これがターニングポイントやと思いますあ。そのどんな言葉がきっかけにとか何かあったんですか、ターニングポイントが、ね、変わった。いや うん言葉とかはないですね。うん、なんですけど、そのばりばり仕事をする人を見て、うん、こう言葉で表すんじゃなくて、本当に仕事で表されたので、うん、あその方を見て、うん、もう私、なめてたわ、仕事って思いま、ね。って思うようになったんですね、うん、なるほど。 さあなめてたわっていうふうなそのところからどういうふうに変わっていったっていうことを後半戦にね中盤戦にね聞いていきたいと思うので、はい、まあね初めて平凡な人みたいなね中の「中」で生きてこられたエリコさんが、まあ、これがどういうふうに遂げていくのかっていうことをねお聞きしていきたいなと思います、はい、じゃあ一旦 CM に入りますではどうぞなかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません 北京道手裏移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へぜひご相談くださいムム痛いけど超効く。ファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りしますチュラーミー水族館から車で一分シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした ママイマイシーサーサで検索働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに、時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。 アクティングコーポレートソング「スポットライト by バイローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウクワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは「泣き人眠り草本舗」で検索はい えー、皆さん、CM をお聞きいただきました。ありがとうございます。さあですね、今日も、違います。今日は、えー、谷口恵里子さんをお迎えしてお話をお聞きしております。さあね、この一歩前市場ね、なんと平凡な人生、今のところ。ね、何の凹凸もない。何でしょうか、これ、ね。でもなんかいろんなことをその考えていらっしゃったんじゃないかなとかって思うんですけども、あんまじゃ就職されて、まあ、先輩と一つこう出会って、デ、ねえーとその方、 かちょっとなんかこのままじゃあかんわと,と思われたことになったと思うんですけどなんかどんな出来事が起きてとかあってとかなんかどういうことでなんかそういうふうに思ったんですかねもう今までそれこそ仕事、うん、その頃は電車で行ってたんで <laughs> 電車乗って会社行ってまた電車で帰って家で寝て。うん の繰り返しだったんですけどはあ、はあ、この先輩と会ってから「ご飯行くで」って言われて「うん、ああご飯行こう」とかあとあのー、まあ土日も一緒に遊んでいただいて、うんうん、こう刺激が出てきたのと同時に仕事でもすごいんですよ成果を取られるのが。はあ うんにあの契約件数ってことあそうですねはい<ー>その人を見ながらめっちゃ見てましたもうずっとこう、えー、業種しながら自分の仕事しながらずっと見て、うん、こうパクってました、うんまあ、今,今でいうパクリを当時してて、うん、じゃあ私も窓口でできるかな、うん、とか、うんうん、一緒のようになって こうできた気でいてるようになってました、うん、ちょっとその頃は。なるほど。うん、まあ、でもその、えー、どんなことをパクってたんですかまあ、口調とかですね。あと、あの、うん、そう、口調とか、あとあの、その方、すごい字が綺麗なんで、もう字も綺麗に書きたかったです。とか、あと、何してたかな。 うんまあそう、もうそう、電車で通ってたのを、車に変えて、うん、<laughs> う自分の時間をその人に費やしてたって言った方が正解かな、えー。え、付き合ってるみたいな感じになってんじんそうまあそんな感じ、まあ、ずっとではないですけど、結構一緒にいてましたね。えー、なだろ実際に付き合ったわけではない。 女性ですから。あ女性か。女性、はい、そ,うかそうか、そうか。女性です。はい。そうなんですね。で、というところからね、はい、えっと、されて、で、ご自身の変化はどうだったんですかその、以前が、ね、まあ、以前がどういうふうな仕事の取り組み方をしてて、その先輩に会って、どういうふうな、こう、取り組仕事に対しての取り組み方ですね、気持ちとか。 ちょっとその頃から、うん、その先輩はすごいきつかったんで私がこうきつい人間になってってました。あなるほどね、うん、あきつかのでこう後輩にちょっと攻撃しちゃったりとか、うん、なんでできんのやぐらいな感じになっちゃって<ー>ちょっと嫌な。 になっっててたかなって今考えるほどね。うん、そうですかえその。でも、その、なんですかね、今、先輩の話で言うと、まあ、厳しさっていうこともありがたかったりとかしてて、うん、で仕事に対するた、えー、と取り組み方っていうのがやっぱ変わられたわけですね。なるほど。はい、じゃ仕事に対する取り組みが変わって、なんか、それこそ逆に今度は成績にはなんか出てきたんですかそうですね。 こうやっぱノルマがあるわけなんですけどノルマにちょ結構こうはいつくばってましたねあの頃はああなるほど、うん、まあそのノルマを上げるんだっていう,うなことが実際こうメインでその、はい、やっていこうと、まあ、なるほどねでやってって言ってはいつくばってたっていうことはありますけどどう,どうですかそのサラリーマンをやってったその先輩と出会った あとぐらいからの自分は、まあ、ノルマ私やってたんですけど気持ち的にはどうなんですか楽しくやってたんですかそうですねあのー、やっぱりきその先輩と会うまではそれこそもうほ、うんとに死んだ目してたと思うんですけど、うん、先輩に会ってから、うん、毎日が楽しかったですねあなるほど。ノルマもそうなんですけど 今日はご飯食べに行こうって言われてるから、まあそれに向けて頑張ろうとか、あ<ー>土曜日ご飯食べに行こうって言われてるから、うん、行こう行くためには今週気持ちよく終わらせようとか、うんうん、なんかそういう気持ちは切り替えてましたね。ああ、なるほどね。うん、そうかそうか。え、じゃその切り替えが実際できていって、まあやっていた。も、ま、う、あ、それがだから二十 三、二十二、二十歳とかとかか二十一でしょそうでですね、二十歳で就職してるんで十二、三ぐらいですねいや。それで先輩とはずっと一緒にお仕事してたんですかしてましたね、十年ぐらい一緒に仕事してたんで。さあ、十年経ったらもう三十になりますけど、はい、ご結婚とかもされてらっしゃったんですかあその先輩はね、結構早かったですよ、結構。もうなるほど。うん、えりこさんはえりこさんも。 実は1回結婚してます。実は1回結婚してると。まあはい、別にリスナーさん、皆さん、始めましたので、ちょっと言われてもね、<laughs> あれですけど。なるほど。はい、その結婚はあれなんですかターニングポイントには入ってこないんですかそうですね。<ー>入ってないです。でも、あの頃は、うん、どうかな死んだめしてたと思いますよ <laughs>。なんか結構ね結構 結婚,とまあ、結婚よりも出産の方ですかね、人が結構変わっていったりとかするっていうのって。なるほど。じゃあ、なんか結婚あれですかなんかあまり脱性で結婚しちゃった感じですかそう。本当にそうです。あ<の>なんかあの焦ってたんですよね。はいはい、まあ。おいくつぐらいですか ?36 です。あ、36? あなるほどね。うん、それは焦るね。うん、えじゃあ、仕事でしてたんですかそうそうそうです,そうです。はあ。 結局、あの、彼氏もいら、おらず。いたり、いたりはするまあい,たいたり、いなかったりですけど。なるほどね。うそうか、そうか。まあ、そんなことが実際こうやってやって、まあ、先輩と出会ったのは仕事に対してのやるね、タイニングポイントになりましたと。まあ、じゃあ、結婚を実際して、そこはでもタイニングポイントにならなかったわけなんですけど、その後、ね、えー、っと、年齢を実際重ねてるられると思いますけど、その後なんかどんな感じなんですかのずっと 営業の店舗の方で頑張っていって、成果を出していったりとかしていった感じなんですかそれが、うん、ずっとこう支店の方で、うん、まあ営業とか融資とか、対お客さんと関わってきたわけなんですけど、今から3年前ですね。事例が出まして。事例が出ました本社勤務になったんです。本来は嬉しそうじゃないですかから出向ですからね 半沢直樹の世界だったら出向だったら地方飛ばされるってことなのに、本社勤務だったら嬉しいんじゃないですか最初は、どうかな、うん、あのー、うん、最初はなんかあの違うとこ行くのにワクワクはしてました。はい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 、うん。なんですけど、やっぱ今までと勝手が違うんで、それに対して戸惑いとか、うん、あとあのー、 本部独特のお作法とかですね、そういうのになやり方ですれず、私、文章を書くのが苦手で、今ならチャット GPT たるものありますけど、当時はなくて、どんだけ赤で直され、もう心が止むぐらい直されて。 これを経験して今です、はいうん、なるほどね。はい、そうかそうか直されてまあ、はい、そんなところの中でねお作法直されてではございますがあのー、まあ次のターニングポイントね1回目が就職して先輩に出会ったと2回目のターニングポイントって何かあったんですか ああそれが本社勤務ですね。それが本社勤務ですね、はい、本社勤務に行って、お作法じゃ全然やり方が違うって気持ちが結構やむ。そのやむですけど、やむっところから、ターニングなんで、やんだところからえ、じゃあ結構なんですか打つまで行っちゃったみたいな。ないや、打つまでは行ってないです。はあはあ、打つまで行かずに。はいはあ、でもじゃあ、 そんなにへこんだのはへこんだけどみたいな,な、ね、へこんでましたけど、うん、まあでも周りが助けてくれるっていうのがあるのでやっぱ本部だとこう部として応援してくれるんで、うん、まあそこはありがたい話ですね、うんうん、そう部としてやるっていう形になるので、うんうん、まあ周りは助けてくれますうんなるほど まあでも個人事業主みたいなもんですからねるほどね。さあそんな中でね、あのー、なんか悶々としてるところの中から、一つまたこのターニングポイントというか、あのー、まあこの聞いたらね、この歌を聞いたら元気になるよっていう風な音楽、一歩ソングっていうのをお聞きしてるんですけど、はい、私の一歩ソングは、はいはい、ゆずさんの 栄光の架け橋ですあなるほどね、うん、えなんで栄光の架け橋、まあ、よくあるベタな話ではございますが栄光の架け橋ってね。<laughs> あでもなんでゆずのゆずさんの栄光の架け橋なんですか、えー、これはあの何、ー、ですかねオリンピックの時によくかかってて、うんうん、すごい聞いてました。うん、NHK を見ると必ずこの音楽がかかってました。うん、いい曲ももととさん 大好きでそこでよく聞いてなのと前一緒に働いてた支店長が、うん、まこの栄光の架け橋をモチーフにして、うん、えっと30周年勤務した時の話をされてたので、うん、めちゃくちゃ興味はあ,ったし、うん、あなるし、ね、やっぱ呼んでるといいなって思ってうん。 で今読み返してみるとめちゃ泣けてきます。なるほどね。<laughs> はい。泣けちゃうんだ。泣けちゃいますね。うん、じゃあちょっとそのねあの皆さんにもお聞きいただくまああの皆さんご存知の曲だと思いますけどえっ、ー、とねじゃあ,あのエルさんの方からタイトルコールしていただいて、はい、皆さんお聞きしていただければと思います。はい。はい。お願いします。ではゆずさんの栄光の架け橋ですどうぞ。はい。 なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道手里維持治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へぜひご相談くださいむむ痛いけど超キく。 ファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ラーミ水族館から車で1分シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした「マイマイシーサー」で検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み時間を失う悪習慣が原因かもしれませんハートブリッジ桜井です 私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。アクティングコーポレートソング、スポットライト、バイ、ローカルコネクト。 眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜、クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として、昔から親しまれてきました。よく寝て、翌日すっきり目が覚める。詳しくは、泣き人眠り草本舗で検索。はい、ええー、この架け橋、伊豆さんのね、ええ、この架け橋を聞いていただきましたけれども。皆さん、いかがでしたでしょうかね。いつも感動する音楽。 ございま,すがまあまあそんなことが実際ありながら、もう最後終盤に、ね、入っていこうと思いますけども、今日のゲストはですね、滋賀県在住の谷口えりこさんでございます。よろしくお願いします。最後。お願いします。はい。ではですね、えっ、ー、と、まあその後ですけど、ね、まあ結婚があったりとか、まあ,あのちょっとなんかうん、何ですか、反対に行ったりとかっていうようなことで、滋賀から離れることありましたが、まあ、滋賀にずっといらっしゃって、ね、で、あの本部にね、こう転勤されて、 でちょっと,うんとかって気持ちがこういう風になったりとかっていうふうなタイミングいろいろあったと思いますけど、まあ、そのね、まあ、僕からすると十何年間とか二十年間ぐらいずっとこうコツ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 お仕事してらっしゃるわけでしょ一箇所ではいもう頭が下がるもん意味が分からん <laughs> ねえいや僕もそうやって言うんだったら最初にこうあのサラリーマン、えー、で入った会社っていうのが あのね、勤務地が難波だったんですけど、うん、勤務地が難波でそこから神戸に転勤になって、うん、であの片道1時間とか乗り継ぎ悪かったら1時間半ぐらいかけて神戸に転勤やってえ、ね、なってなんやねんこれってめっちゃしんどいやんと思ってでそれからもうなんか名古屋に転勤、うん、これ A 店だったんですけど名古屋に転勤で A 店で失脚で中四国。 広島で、A 店で広島から関西とかって、飛びまくってるのと、あと中四国エリアの,その拠点を開発しなきゃいけないっていうのことにあの、店舗展開することになったから、はい、だから必然的に1箇所にずっといないっていうね、仕事に実際やっぱなったんですけど、まあ、今から考えると宿命通りにやっぱ動いてるよね、なんかそんな1箇所じゃなくて、あっちゃこっちに行った方が。 僕はやっぱりうまくいくと。っていうふうなことで、だから一箇所にとどまることなら考えられないですもん、んすごい。そうそうそう。いやでも、銀行も転勤があるんでいいです。はいはい、そうですよね。転勤があるので、はい、もうここ、ここ、ここ、ここって感じなんで、私も8店舗ぐらい、今まで九かん。動いてるんで。 じゃあそういう面ではいろいろ違うんですね、環境が。そう,そ,うそうです、そうです。なるほど環境が違うので。はい、まあまあ、と言ってもね、あの本部の来て、勝手が分からずに、また一からスタートで、いろんなお作法があったりとかっていうふうにしてて、気持ちがゴーンってあの落ちてた時なんですけど、まあ、そこから次のまあ最後のターニングポイントは、どんなことなんでしょう。そうですね。あのこう人間関係ををくするってことで、うん、えこう動物占いを はいはいはい。学ぼうと思って、うん、学ぶときに、うん、伊達さんの YouTube を見ました。ああ、もうありがとうございます、もう。見てると思って。はい、もうつ、す<そ>り切れるほど見ました。<笑><笑>あ<の>画面が。テープじゃない、テープじゃないんでね。テープじゃない。昭和ですから、通称 <laughs>。TDK とかマクセルとかのテープですからですら <laughs> あのすり切れぐらい見ていただいて。はいあえー、でも、なんで動物らないをんで見ようと思ったのか、そもそも。 えーとその会社で文章が書けなかったときに、一人の方に文章の先生っていう人を紹介してもらったんですけど、はいはい、この人が動物占いではなくて、心理学、個性心理学っていうのか、そこで。 私はゴーゴーゴーヤっていうのを教えてもらって、あなんか言ってましたね、はいはい。そうですね。それからこう読み解いてったら動物占いやんっていう話になって、動物占いを YouTube で検索してったら伊達さんが、んでそこから人間関係を良くしようってことで、はい。動物占いを勉強して、で動物占いから今市中水中睡眠にまで行って、でそこで もう中水面も奥が深すぎて、もう頭張ってこなかったので、この時に、伊達さんの塾のはいはい、はい、塾の、えー、事前講座、あれ体験会に行かさせていただいて、入塾しました。なるほど。入塾したことが、ある意味きっかけってことですか。はい そうですねもうそれがなかったら<ー>こ今はこんな明るく話せてないと思います。あね、はあちなみにそのまあ入塾するって言ってもね、まあ、結果 YouTube ではすり切れるほど見てますけどどんなやつか分かんないじゃないですか。<laughs> <laughs> よくでもなんかあのー、入ろうと思ったきっかけって結果その「まあ、見ました塾の説明がありました」って言っても入らないじゃないですか。 なんで入ろうとなんかどういうふうな思いとか気持ちがあって入ろうと思ったんですか私がこう、うん、なんもうしょうもなく生きてたんですよずっとしょうもなく生きてたは、ね、い <laughs> なのでそこでこう入ってこう今そして勉強してることのうん、うん こう、自分で限界を感じてた時の話なんでそう、これもっと学べるわっていうことであの時もすぐ返事したと思います。に数分しか考えてなかったような気がしますなかなか、こう、即断即決しないんですけどそうですよね、うんうんうん、その時は本当に「はい」って言って言った気が,気がするってか言いました。うん はい、いやいや、そのあのーまあ、僕は寅さんなんでね、即断・即決されないとかって思ってましたけど、また入ると、でも、入ったら、例えば入ったら、どんなふうに自分がなれるとか、どんなことから脱却できるとかって思って入られたんですかもう全くです。でですか何ですか全く、あのー、私ははは勉強だけするって思ってて思たんで、はい、はいはい、はい あなんかすごいいろんなことを教えてもらってラッキーって思ってますあ。あ今。今 <laughs>。なるほどねあ。なるほど。そうですか。じゃあ宿命鑑定の勉強だけすると思ってると。はい、思ってました。なるほど。うん、それがまあ,あのそうじゃないよと。はい。なるほどじゃあ逆にその宿命鑑定以外のことを学ばれてらっしゃったりするけど、うん、どんなことを学んで、どんな変化があってるんですかそううですねもう、うん まあ、ビジネスのお話もそうですけど、私,、うん、私にが持ってないものをいろいろ伊達さん教えていただけますし、うん、あと、仲間がいるっていうのがすごく、すごくいいなと思って、やっぱり会社って、まあ、仲間なんですけど、ある意味、ライバルになります。 この塾がすごくこう本当の仲間っていうのではすごいありがたい存在で,で本当にみんなねいい人ばっかなんですよ <laughs> まあね悪いやつ入れないですから基本はいもう本当にね、はい、いい人ばっかで助かってます、うん、私の気持ちをすごいあのこう和ませてくれる人とかいろいろおられるんでん本当にね楽しいですなるほどねはい ままあまあその宿命鑑定士養成塾っていうことなんで、まあ、宿命鑑定士になるための塾、はい、まあもちろんビジネスもそれそうなんですけど、まあ、今後、ね、そのあれですか、まあ、なんかつまんないわーっていうふうにこって思ってたところから、今後はあ、ね、どうしていきたいですかなんですけど、まあ、その前に、でもやっぱりあの、ね、塾入られて、ね、沖縄に来れたじゃないですか。はい あれ,は変わあ,れあれは変わったんじゃないですか、僕、結構ターニングポイントの一つに入ってると思ったんですけど、ね、そうですね、沖縄に行ったのは、めちゃくちゃび、うん、あの自分でも本当に行くんやなっていうのは思ってましたし、旅行会社に行ったのも本当に行くんやなって、うんうん、でも予約することによって、こう、前に進んもう一歩ずついろんなことが前に進んでって。 で沖縄に着いた時が一番、あ、来たって、初上陸って思いました。うん、瞑想ですよね <laughs> はいはい、はい、素晴らしい、素晴らしい。はい、いや、そうっすよね。だから、予約さえ取ったら、でお金さえ払ったら、もう行かざるを得ないんですよね。はい、そうそう。僕もね、あの今あの、今度、フロリダに行くって話ですけど、いや、もうなんか衝撃ですよあの。間違って予約して取っちゃったって言ったと思うんですけど、間違って予約して取っちゃったんですよね。うん 取っちゃったのを、これ間違ったからって言って、あの、キャンセルして払い戻そうと思って、昨日20万払ったのに、今日払い戻したら、返ってくるのが、8万しか返ってこないって。<え>はいみたいな。なんすかこれと思って、めっちゃ損じゃんと思って、もういいこれで行くと思って。で、行くことにしたんですけど、また、あ、エコノミーでめっちゃ狭くきって返ってくると思うんですけど、けど、まあ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 ね、あの払っちゃったので、 まあ、カードで支払いするんでね、請求来たりとかってしたりとかしてますけど、また今度12月に行くまでの間に、そこまでにちょっと頑張って貯めようかとかね、いろいろそんなことも実際できると思いますし、まあ、やっぱそんなターニングポイントっていうのが、人にはこうあると思うんですけど、まあ、あの、塾で楽しいと、なんか塾の宣伝みたいにな言っちゃってあれですけど、まあ、その後ですよ。今後ね、今後今、あの、銀行で働いてらっしゃると思いますけど、どうしていきたいなとか、なんか、 なんですかあのー、さっきお話していただいてましたけどなんかこのままだったら私こうなるみたいな以前だったらこうなってたと思うけどみたいなそんなこと言ってらっしゃいませんでしたっけ今後どうしていかれるのかなと思ったりして今後は、うん、あの宿命鑑定士になりますなりますな,なりますもうなってくださいなる、うん、うん、まあ 今のままサラリーマンでいくかどうかもちょっと今ちょっとまだ考えてないんですけど、うん、まあ収入は欲しいですしまあそうですよね、うん、で、まあ、そのまま続けられる続けられながらやれたら一番ベストですけどや、うん、めてもそうですねいいようにまだまだいろんなことを勉強しますうんそうですねまあ一、はい、つ宿命鑑定士だけで飯を食っていくっていうのって やっぱその難しかったりも実際すると思うし、うん、でも、まあ無理せず月10万円を稼ぐためには、じゃあどういうふうな流れを作るのかっていうことも実際いると思いますし、まあなんかそんなことも合わせてね、いろんなことも学ばれたりするといいかなと実際は思うんですよ。まあただ、あの、なんかね、そのターニングポイントって言って、やっぱり一つ、うん、やっぱ行動性ね、その塾にお越しになったのも、 えとご友人の方が、いや、じゃあ、ちょっと俺を受けるわって言われて、いや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 って言って、私って言って来られたと思うので、やっぱでも、やっぱ行動することっていうのがね、一番いいんじゃないかなと思ったり僕はするんですけど、早いもので、そろそろ終わりになってますが、ちょっと最後にね、お聞きしたいなと思うんですけど、どんな方にね、あのー、入塾していただきたいかっていうのこうって塾の話になるので、ちょっと塾は置いといたとして、 まあ、エリコさんが、まあ、今ここに来られてね4か月ぐらいであの全然お顔も変えられましたし、うん、あのパーソナルからセミナーも実際受けられましたし、ね、全然タイプ違う感じになってきたんですけどあのもし、まあ、今の若者であったりとか、うん、まあ半年前のエリコさんであったりとか逆にエリコさんのように思ってらっしゃる方とか、ね、っていうような人たちに何かアドバイスをするとするんだったらどんなことに ななりますかね、まあ、うちの塾関係ないですよそうですね、私はすごく自己肯定感が低かったので、その自己肯定感が低い方っていうのは、まあ多分自分でも自覚はないかと思うんですけど、そうですね伊達さんのまず YouTube を聞いてもらって、<laughs> 伊達さんの明るさをいただいてから、この一回。 お話ししてほしいです。伊達さんと。なるほど。<laughs> なるほど。え話しすることに、はい、まあ、とりあえず伊達と話しろと。そうです。なるほど。そうです <laughs> もう信者になっとるやねいありがとうございます <laughs> いや、でもね、本当そうなんですよ。あの、うん、信者です <laughs>。信者ですか。はい、伊達信者です。<laughs> まあ、悪いことはね、皆さん手は出さないと思うんで、大丈夫だと思うんですけど。<laughs> 冷静な判断されると思いますけど。まあ、でも、まあ、僕もですけど、やっぱり、あの んですかねいろんな、こう、まあ、僕、出生クラブって経営者の会員ね、あの、まあ一応今、沖縄では今、副代表させてもらってますけど、まあその、まあメンバーと話をしてて、あの人ってなんでこうなんだろうねって話を、あの、まあ相談する女性がいるんですよ。で、まあその人はよく言うんですよね。いい人に出会ってこなかったんだろうねって言って、うん、っていうふうな、 こっていうのがすごいこう大事なんだなと思ってだからどのタイミングでどんな人に会ってでその人がいい人だったら良くなるし悪い人だったらやっぱ悪くなると思うしただからやっぱいい人に出会ってこなかったイコール多分その自分が行動しなかったとか、まあ、行動できる環境じゃなかったっていうことに、ね、なるかもしれませんけどなんかねやっぱいろんな人との出会いっていうことから絶対ね なんかいろいろ変わっていったりすると思うんで、まあ、僕は本当それこそ、まあ、たまたま今、伊達にって言っていただきましたけど、まあ、皆さん、お聞きになってらっしゃる方は、ぜひ伊達にね、<laughs> 会いに来ていただければいいと思いますけど、皆さんの本当ね、今まで会ったことない人とかね、そんなことね、会っていったりすると、また人生が終わって開けてくるんじゃないかなとかって思いますので、まあまあ、ね、そんな感じで、えりこさんもこれがどんどん伸びていって、もう昔のちょっと前の写真で、ビフォーアフターしたして、<laughs> え、こんな変わったのみたいなね。 ううにななっっていいいたただきとと思いますさあえー、と早いものでしてですね、えー、とそろそろ時間、終わりな時間をお迎えしようとしております。はい今日はですね、あのー、まあ、えー、とうちの受講生のエリコさんにお越しいただいた、手口エリコさんでございますけど、いろいろ皆さんお聞きしていただいて、これから先もねどんどんね飛躍していかれるんじゃないかなとかって思いますので、まあ、皆さん楽しんでいただければと,ということでございました。ということで、 トヨギさん、今日はご参加いただきまして、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。多分ね、勇気づけられる方も多分いっぱいいらっしゃると思いますので <laughs>、はい、これからもまたぜひね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、えとあなたの一本前ラジオ、こちらの方で今週は終わろうと思います。では皆さん、さよなら、バイバーイ。ありがとうございます。